はい、それではちょっと今日はね、裏打ちのポイント、ワンポイントレッスンやってみたいと思います。まず、裏打ちってね、よくまあやってる方多いですね。ドンチン、タンチン、ドンチン、タンチン、ここのウッチ、ウッチってこう鳴らす、8ボンプのね、2個目だけ鳴らすっていう形になるんですけど、16ボンプを叩いた時に、おにぎり、この位置ですね、おにぎり、おにぎり、おにぎり、これを安定してまずは叩けるようにするといいと思います。こんな感じですね。はい、これがまずできるのが一つ前提になりますので、皆さんちょっと練習してみてください。で、これができるようになってきたら、ウッチウッチとかね、練習ですね。その辺まずは一つやってみてください。で、もし慣れたら、まあハイハットでこのようにアクセントをつけるのもいいと思います。はい、まあいろんなね、裏打ちあると思うんで、カップでやってもいいし、はい、いろいろ試してみてください。はい、以上です。